タイム100はアメリカの雑誌タイムが2004年から毎年発表している世界で最も影響力のある100人のリスト及びその企画である世界で最も影響力のある100人の名前でも知られる何名かの有識者による議論によりその年における100人が選ばれる最初の企画は1999年に行われた 20世紀の最も影響力のある100人で1回限りのものであったが大きな反響を受け2004年からその年の100人を選ぶ毎年の企画として行われているリストは1998年2月1日ワシントン DC のジョン・カイ・ケネディセンターでのシンポジウムにおける討議と共に開始したパネルの参加者は CBS ニュースのアンカーパーソンのダン・ラザー 歴史家のドリス・カーンズ・グッドウィン、元ニューヨーク州知事マリオクオモ、その当時政治学教授であったコンドリーザ・ライス、新保守主義の出版事業家、アービング・クリストル、タイム氏編集者、ウォルター・アイザックソンである。リストが初めて発行されたのは1999年である。その時タイム氏は、20世紀の最も影響力のある100人を選考していた。 一回分で白した人気に基づき、2004年、タイム氏は世界で最も影響力のある100人のリストを毎年発行することにした。リストの制作には栄養を伴う失敗がたびたびある。しかしながら、タイム氏が極めて明らかにしたことは、人間はより良い世界かより悪い世界に変えることへの認定を受けるということである。認定される人々は5つのカテゴリーのうちの一つに、 配属する。カテゴリーは、パイオニア、アーティスト、リーダーズ、タイタンズ、アイコンズである。それぞれのカテゴリーの中で、最も影響力のある20人が選ばれ、トータルで、毎年100人である。詳細は、EN、タイム100、The Most Important People of the Century を参照。いずれの年にも、それぞれのカテゴリーに平等な比重があるが、 異なる年のリストに再掲載される傾向がより強いカテゴリーがある。タイム100に繰り返し掲載されるのは稀である。2回以上登場しているのは以下の各人である。中以下のリストの順序は各人物のタイム100に登場した回数を基準にしている。ボールドカラダの人物はタイム誌の20世紀の最も影響力のある100人のランキングを含めて複数回掲載された。 少数の人物である。2004年、タイム100の選考時、タイム誌の編集者は、3タイプに、ややはっきり区別できることに気がついたとタイム誌の、エディターアットラージを務めるミシェルエリオットは述べている。すなわち、まず、実に、民主的な根拠に基づき権力を得ることでその地位についた人々がいる。ジョージ・ W ・ブッシュ大統領は特に典型例である。一方兵部隊にこそ出てこないが、 それにもかかわらず現代の重要問題に対し、実際に影響力を持つ人々がいる。例えばイラクのシーアハダヤーやトラーのアリー夫妻に、スイースターにがそうである。国の所有者から民衆へ権力を移上しようとする、目論みがあろうとも、彼らは実際それを拒絶できるのだ。最後に、自らの道徳性を堅持することによって、我々の生活に影響を与える人々がいる。 例えば、ネルソン・マンデラは、かつて自分を捕獲した人々を許し、南アフリカの大統領職を一揆務めた後自ら、権力の座を降りた。2007年、タイム100リストの編集長、リチャード・ステンゲルによる説明では、タイム100は、最も話題性のあるリストや、最も人気のあるもしくは、権力のある人物のリストではなく、最も影響力を有する人物のリストである。 以下のように述べている。影響力は測定困難であり、我々が求めるものは、その人物の理念が、模範が、才能が、発見が、我々の生活する世界を変える、そのような人物である。影響力は、武力のハードパワーに関するものの方が、理念と模範のソフトパワーに関するものより小さい。そうである、命令を通して世界を変えることができる、 最高権力者と独裁者がいる。しかし、我々がもっと興味を持っているのは、モンティジョーンズのような革新者であり、彼は、シエラ・レオネの科学者で、アフリカの農業を救うことが可能な米の品種を開発した。または、偉大なチェスマスターのガルリ、カスパロフのような英雄である。彼はロシアでより大きな民主主義のための孤独な戦いの戦闘に立っている。または、 アカデミー賞受賞俳優のジョージ・クルーニーであり、彼は名声をテコにして、ダルフールの悲劇に注目を集めさせた。当時の A 首相、トニー・ブレアが2004年のリストから除外されたという、事実は、軽度に論争を起こした。タイム氏のエディターとラージのミシェル・エリオットは、一貫して、ブレアを除外する決定を誇示している。ゲアハルト・シュレーダーとジャック・シラクは、両者ともいない。トリストは、 ワールドワイドである。西欧の政治指導者は掲載されていない。なぜなら、この時代に、彼らはそれほど権限もしくは影響力がないのである。ジョージ・ W ・ブッシュは何回かリストに登場しているが、2006年のアメリカ合衆国議会選挙で民主党勝利により、彼が2007年のリストから外れた時、一部で論争が起きた。元上院議員、リック・サントラムは、 フォックスニュースで述べている。問題の事実は、アメリカ合衆国大統領は、誰がそのオフィスにいるかに関わらず、地上で最も権力のある人間であり、単にこの国ではなく世界中で、生活の様々な面で大きな影響力を持つ。また、タイム氏にとって、それを棄却することは、あなたに対しどんなに偏見を提供するか、そしてまた私は議論するであろうが、 それらは憎むべきである。どのアメリカ合衆国大統領も一定の影響力を内包していると説明するのはリストを監修したタイム副編集長アディ・イグナティアスである。ブッシュは実際ある種のそのような内包する影響力を浪費していた。イラクに関する彼の立場は彼自身の政党の支援を彼に対して支払わせた。ある一定の観点では彼は レームダックの政治家にたどり着いたようだ別の年のリストに含まれた人物に対しても同様に論争が起こった。2005年に保守派コメンテーターのアン・コールターがリストに入りサロンドット・コムが意見を述べることとなった。先週タイム氏がその100人の最も影響力のある人々の中にアン・コールターの名を入れたとき、そこへアリエル・シャロン、ビル・クリントン、ネルソン・マンデラ、金・正日、 ダライラマのようなそう,そうたる人物が並んでおり、その選択はオンライン上で大笑いになった。フォックスニュースでは先週この話題を放送して、タイム氏の編集責任者、プリシラ・ペントンは、コールターがとても影響力のあるのはユーモアを使っているおかげだと主張し、コールターが保守的なジョン・スチュワートであると示唆する一歩手前で止まった。しかし、 ボックスのビル・オライリーでさえその話に賛同しなかった。彼はペントンに解いて聞かせた。あなたは人々がアメリカ人がアン・コールターを聞いていると考えますかあなたは彼女が世論に影響力を持つと考えますかタイム氏がコールターを物議を醸す論評で世界の最も強力な国家の談話にインパクトを与えるベストセラーの著者であるとして取り上げる一方。 彼女はリストに繰り返し登場するほどの影響力があると考えられていない。2009年、その年のタイム100オンライン投票の勝者はヨンちゃんのウェブサイト創設者ムトで1679万4368票を獲得した。タイム氏はテクニカルチームが投票を発クしようとするいくつかのクワを検出し除去したと主張していた。しかしながら、 投票終了前の数週間、結果がハッカーたちによって徹底的に編集されていたということが示された。上位21名の最初の文字は、マーブルケークウォルソーザ・ゲームとなっていた。マーブルケークは4ちゃんが反サイエントロジーキャンペーンを開始した場所のアークチャンネルの名前であり、卑猥なミームでもある。ザ・ゲームは、ザ・ゲームのミームを示している。タイム100を引用した学術的分析を、 メリーランド大学カレッジパーク校の経済学者、クレーグ・ガースウェイトとティム・ムーアが実施している。当時、タイム100の最多経済記録を保持していたオプラ・ウィンフリーの観点から研究をした。ウィンフリーがバラク・オバマを大統領に推薦したことのインパクトを調査して、彼女にアメリカ合衆国大統領選挙を決定するほどの影響力があったかどうか、両経済学者は計測することにした。 両者は次のように記述している。オプラ・ウィン・フリーは、ほとんど匹敵する者がいない、影響力のある有名人である。彼女は、タイムマガジンの最も影響力のある100人のリストに6回名前が、載った、ダライ・ラマ、ネルソン・マンデラ、ビル・ゲイツ、ジョージ・クルーニー、ルパート・マードックを含めた他の、どの個人よりも多く、彼女は20世紀の最も影響力のある100人の一人に、 名が上がっている。アルベルト・アインシュタイン、モハンダス・カラムチャンド、ガンディ、ー、フランクリン・ディ・ルーズベルトと共有する栄誉である。彼女は20世紀と21世紀両方でこれらのリストに含まれる4人の中の1人である。その他の3人はマンデラ、ゲイツ、ポープ・ヨハネ・パウロ2世である。ウィンフリーの影響力が広範囲に及ぶので、我々は政治的結果に関する推薦の影響を調査する。 ユニークな機会を得る。両経済学者は、ある地政学的地区の多くのウィンフリーファンと2008年大統領民主党候補レース期間中にその場所で、オバマが受け取った多くの票の間で統計上優位な相関関係を発見した。彼らは人種、性別、収入、教育、他の雑誌の売れ行きのようなすべての種類の行楽変数をコントロールしたとき、 その相関関係はさらに説得力があることを発見した。彼らはさらにその相関関係はウィンフリーがオバマを推薦した後にのみ出現することを発見し、彼女の推薦の影響が原因でその相関関係が生じたことを示唆した。ウィンフリーの推挙がなかった場合、オバマの投票結果がどのようであったかを予測するために相関関係を統計的に除去すると、 民主党予備選で100万票以上がオバマの総得票数から消え、クリントンがオバマよりもっと多く得票することを彼らは発見した。ありがとうございます。